小林誠也と安田雅史と小向明のはじめの散歩。皆さんこんばんは、安田雅史です。皆さんこんばんは、モデルで女優の小向明です。今回も僕らの番組を聞いていただきましてありがとうございます。今月は相方の小林さんはお休みです。そして小林さんのピンチヒッターとして以前ゲストに来ていただきましたモデルで女優でもある小向明さんがご出演いただきます。明さん、どうかよろしくお願いします。よろしくお願いします。昨日は節分でしたけれども、ラジオをお聞きの皆さんは豆まきとかされましたでしょうか。うちの安田家は、以前にも話したと思うんですが、家の庭に向かって普通にお庭外、福は内ってやるんですけど、兄とかがわざと福は内ってやっぱ福を家に呼び込むみたいな感じの意味があるので、豆をなぜか家の中にまき散らしてお母さんに怒られるっていうことをしてましたけれど、あとは母親が手作りの恵方巻きを使ってその年の方角を見てみんな無言で食べるというのを毎年恒例でやっていますね。あきらさんはどうですか？私は、普通は家でやりますよね。僕も今言いましたけど、そうですね。ですよね。それ以外に学校でもやったことあるんですけど、やったことありますか？学校でやるんですか？はい。豆まきですか？はい。小学校の時に、ホームルームとか最後の6時間目とか、じゃあ帰り際ですか？帰り際にその時に先生が企画してみたいな、みんなでやってたんですよね。それはクラス全員でってことですね。もちろんクラスで。何年生の頃とか、それか中学とかですか？いや、小学校の時に私たちのクラスは結構毎年普通にやってましたね。クラス全員で豆まきをする。じゃあそういう場合は鬼とか鬼役の人とかいるんですか？やっぱり。もちろんいますよ。小学校の時って班ごとあるじゃないですか。それ班でじゃんけんで負けた子が鬼をやるみたいなとか投げつけられるんですか？豆を絶対なりたくないと思って絶対勝ちましたね。もう勝ちに行きましたね。それとかあとは先生が黒板に書いて黒板に向かってみんなで投げるみたいな。豆を。なるほど。じゃあその鬼になった人とかはお面とかかぶります。めっちゃ痛がってましたね。もうこちらも容赦なくなるって。そのお面は自分たちで作るんですか？それも先生が。売ってるじゃないですか。ついてくるやつでやってみたいな。で最後みんなで拾って食べるっていう。拾って食べるんですか？そう、拾って食べるんですよ、ちゃんと。でそのままやっぱ最後なんで掃除して終わるみたいな。よく机とか横にバッグかけてるじゃないですか。あそこから出てくる。家帰る豆が入ってるのがそうすごい出てきちゃうっていう。なるほど。でもそれ痛そうっすね。いやもうすごい痛がってますね。机とかよく隠れてること。その子に向かって思いっきりバーンってやっちゃって、女の子も普通にもう選ばれてたんでみんな容赦なく、男女関係なく関係なしにみんなで。それは痛そうだ。小学校がある意味修羅場じゃないですけどありますね。そうですね。でもそれもそれで楽しかったなっていう。楽しそうですね。ちなみにその豆とかはもう先生が買ってきて準備してくれて、すごい業務用とか大量に入ってるやつをもう何個も投げまくって。逆に投げ終わった後の教室の床とか見てみたいですけど、めちゃくちゃ汚い、もう豆だらけみたいな。潰れてるのもあるっていう。それは掃除が大変なやつみたいな。食べれるのもそんなにないっていう確かにそうですね。しかも一回床置いちゃうとどうなんですかね、それは。今考えるとちょっと嫌ですよね。でも確かに子供からするとおやつみたいなもんなんですかね。そうですね。いい思い出ですね、それも。これで改めましてこの番組「はじめの散歩」パーソナリティを務めさせていただきます僕安田雅史の自己紹介をさせていただきますと、1996年栃木県生まれで、高校までは野球一筋で頑張ってまいりましたが、現在はドラマや映画のエキストラやたまにお役をいただいて短編映画などにも出演させていただいております。そしてアキラさんとも共演させていただきました映画22世紀寓話に主演の佐藤未来さんの部下役として出演させていただいております。将来は俳優として皆さんの記憶に残るシーンに一作品でも多く出演していきたいと思っております。アキラさんの自己紹介お願いします。はい、小向井明です。1996年岩手県出身の22歳です。中学生の時、特撮ドラマに子役でデビューしました。その後はモデルとしても活動を始め、ミーナの読者モデル KC コレクションなど雑誌、イベント、ステージと幅広く出演しております。将来はモデル、女優どちらのお仕事でも一本でも多くの作品に出て有名になって名前を覚えていただきたいです。はい、ということでアキラさん、今日からよろしくお願いします、はい、からというか今日は実際によろしくお願いします。お願いします。じゃあそれではまず一つ目のコーナーは、はい、マー君ジャスト50の一人旅のコーナー。このコーナーはプチ一人旅が好きな安田正史さんが毎月山手線の田端駅からスタートして指定する目的駅に向かって必ず往復ジャスト50駅で田端に帰ってくる、そのような生き方をご紹介させていただくというコーナーです。ちなみにちょうど50駅にするために行きと帰りのルートは変えることもありますことご容赦ください。はい、今回もちょっと遠出をしてまいりました、はい。今回はですね、山梨県にある河口湖駅に行ってまいりました、うん。まずは河口湖駅について少しご紹介します、うん。開業は1950年昭和25年です。現在は富士急行の駅ですが、開業当初は富士山麓電気鉄道の駅でした。そして、この富士山麓電気鉄道は1926年、大正15年に設立され、1960年、昭和35年に現在の富士急行に、改称しました。この河口湖駅は標高857メートルの場所に位置しており、1997年、平成9年には富士山をバックにしスイスをイメージした駅という理由で関東の駅100選にも選定されています。1日の、乗降人員は2017年度のデータですが3024人だそうです。富士山が世界遺産に登録された以降は、特に利用客も伸びている駅だそうです。それでは今回のこの河口湖駅までのルート説明に移りたいと思います。はい、まず行きのルートですが、山手線内回りに乗りまして、出発駅の田端駅から新宿駅まで行きます。ここで8駅です。そして JR 特急成田エクスプレスに乗り換えまして新宿駅から立川駅まで行きます。ここで1駅です。そして中央線に乗り換えまして立川駅から大月駅まで行きます。ここで13駅。そして富士急行線に乗り換えまして大月駅から今回の目的地駅の河口湖駅に到着と、ここは17駅ですね。そして行きの合計は39駅となります。ここで行きで50のうち39を使ってしまったので、ほぼ半分以上使ってしまったんですが、そうなんですよ。でも大丈夫なんです。これでも帰れるルートはあるんですよね。すごい。そうなんです。じゃあ帰りのルート説明に行きたいと思います。はい、富士急行特急成田エクスプレスにまず乗車して、河口湖駅からドンともう新宿まで。もう都内まで来ちゃいます。でここで6駅です、はいはい。そして湘南新宿ラインに乗り換えまして新宿駅から池袋駅まで行きます。ここで1駅。そして、最後にですね、山手線外回りに乗り換えまして、はい、池袋駅から、ゴールの田端駅に行きます。すごい。でここは4駅で合計11駅となりました。はいはい、で行きと帰りを合わせますと、今回のこのコーナーのタイトル通りジャスト50になります。今回特に帰りの乗り換えにつきましては、停車駅が極力少なくなるように、工夫しましたが、乗り換えの関係上は、決して一番早いルートではないのでお間違えないようお願いします。あくまでこのコーナージャスト50にするためのオリジナルルートでありますことあらかじめご了承ください。では今回なぜこの河口湖駅に行ったかと申しますと、新年明けてやはりこのコーナーも新たな気持ちでといえばまず新年一発目は日本を代表する富士山でしょうと、自分の中で勝手に決めつけて行ったという次第なんです富士山の行ったのは今回で僕は2回目だったんですが、もう前回は河口湖には寄っていなかったので、今回河口湖駅に行けて本当に良かったです。ただリサーチの時に改めて思ったのは、観光地イコールホテルなどが多いのは想像ついたんですけれども、意外と河口湖周辺には美術館や博物館などの施設が多く、ここからは僕の勝手な想像なんですが、自然の素晴らしさと都心からまだ近いので、建築資材の運搬なども考えた時に、こういった文化施設を都心の近くに建てることでより観光客の招き入れができるのかなと思っていました。そんないろんな思いはさておき、実際の河口湖はまさに自然があふれていて、そこから見える富士山はやはり想像以上に、実際に僕の目で見た時はもう壮大で、なんかパワーのようなものをもらえた気がしました。ただ、当日は朝からめちゃくちゃ寒かったので、今の季節しっかりと防寒対策をして、皆さん河口湖駅に行ってみてください。本当の行き方というか、時を使えば乗り換えも少なく行くことができますのでおすすめです。寒い冬だからこそ心が洗れる旅をしてみられたはいかがでしょうか。以上、今月のマー君ジャスト50の一人旅のコーナーでした。改めまして、はじめの散歩、今回の担当は私、モデルで女優の小向井明と安田正史でお送りしております。そして今あきらさんが言ってくださったように、番組タイトル「いつもの僕安田正史と小林誠也の2人で番組進行する場合は初めの2分スペシャルなアシストの方が僕ら2人のピンチヒッターとして入っていただく場合には、番組のタイトルも「初めの散歩」に変化することお尻おきください。ここまであきらさんずっと出っ放しですが、ゲストの時と比べていかがですか？もうめちゃくちゃ緊張してますよ今もう。本当ですか？全然なんかそんな風には見えないですけどね。いや本当にもう頭の中真っ白。ですか？全然さっきの豆まきの話してる時すげえ楽しかったです。もう一生懸命思い出してる、頑張って。頑張って。あの時。いや本当に緊張しちゃう。結構緊張しちゃうタイプなんですか？でもすごい何でも緊張しちゃう。もうなんかもう心臓バクバクしてる今も。久々に。こんなに緊張してる。なんかとりあえず緊張。でも僕も初めあれですよ。本当にこの番組始まった時はすごいもう緊張しまくっちゃって、もう本当に小林さんと僕であたふたやって。いやなっちゃいますよね。本当に。もうどうにもなんかどうしたらいいんだろうみたいな。でも今のところちゃんと進行できてるんで。大丈夫ですか？本当にアシストとしてはもう逆に僕がアシストしてるんじゃないかなぐらいの。良かったですでも。こんな感じでどんどん進めていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。さてここからは今月のスペシャルアシスタント、モデルで女優の小向井明さんに10個の質問を答えていただき、僕の独断で気になった明さんの回答をいくつか掘り下げていこうというコーナーです。ちなみに今回はお仕事編ということで、お仕事についての質問を10個用意しましたので、とりあえず簡潔に答えてください。よろしいでしょうか？じゃあとりあえず10個一気にボッていきたいと思います。じゃあ1、初めてのお仕事は今でも鮮明に覚えている。Yes。モデルのレッスンより演技のレッスンの方が苦手だ。Yes。普段の体重管理やスキンケアには特に気を使っている。Yes。ファッションには常に敏感でいたい。Yes。音楽を聴いたり本を読んだりするより映画やドラマをよく見る。No。No。セリフ覚えはいい方だ。No。今でも高校生役として制服を着ることに抵抗はない。Yes。現在の身長150センチは仕事を続けていく上で得だ。No。仕事をしていく上で鉛で困ったことはない。Yes。将来出演するなら朝ドラより東京ガールズコレクションだ。パスでイエスかノーではなくパスということで最後は、ね、じゃあもう気になったものをちょっと掘り返していこうかなと思いますが、まあ、まず一番初めの初めてのお仕事は今でも鮮明に覚えているという質問なんですが、はい、これはイエスと。はい、これ特撮ドラマで子役をやったんですけど、はい、まだ中学生とか中学生の時ですねやったやつで、はい、初めてのとりあえず現場だし、はい、なんかもう一応セリフもあったので、おーすごいですねそれは、はい、なんかもうわけわかんないみたいなさっき言われた時緊張しちゃってもう全然セリフとか飛ばなかったんですか。いや、飛ぶことはなかったんですけど、なんかもうその日があっという間、とりあえずもう朝から晩まででしたね。でもなんかとりあえず周りのなんかその一緒に共演してくださったお姉さんとかがもうとりあえず優しくて、もうなんか大丈夫みたいな、そうそれだけ覚えてるとすごい嬉しかった。もう緊張してたからこっちは初めてで。あ、なるほど。じゃあある意味その優しい、まあ言うなりもう先輩方ですよね。先輩方の助けのもとでもう乗り切れたと。はあ、すごいですね。僕特撮はまだ行ったことないんですけれども、どういったセリフもらったんですか。だったかな助けてとかですか。あ、なんかシスターとかいたんで、シスターのなんかシスター役ではなくて、その通ってる施設の子供役で、そうやってなんか逃げろみたいなとか危ないからつってなんかそんな感じでした。じゃあそれをテレビで放送されたんですか。いや、それは。されてはない、うん、されてはない。まあまあまあ、じゃあその仕事を始めもらった時にご両親なりなんかどういう反応されたんですか。あ、すごいねみたいな、なんかもうだからレッスンしてそんなになんか1年経ってやっともらえたとかそういう感じじゃなかったので、結構早い段階でなんかお仕事いただけたので、すごいよかったねみたいな、本当にいいですね、うんすごい喜んでくれてて、まだその時は中学生で岩手にいたので、まあ、夜行で夜行で、あ、それはスケジュール的にも結構タイトで、なんか前その事務所に泊まって、はい、朝からすぐやったっていう感じで、はい、そのまま夜行で帰るみたいな超ハード普通にハードじゃあ次の質問いきたいと思います、はい、じゃあ3番、普段の体重管理やスキンケアには特に気を使っているということで、まあやはり女性の方なんでやっぱ付き合っていると。そうですね。なんかやっぱり寝る前とかですか。やっぱりもうもうとりあえずお風呂入ったらもう20秒以内に絶対化粧水つけるみたいなそれも今まで絶対ルールです私の中で。絶対欠かすことない。じゃないとそう乾燥しちゃうってしかも特にこの季節乾燥にはできるですから、ね、もうやばいから、化粧水やって違うなんか乳液塗ってまた化粧水やってみたいな。それ洗ってはないか、一応化粧水だから洗ってはない流れてないからって一応思う。ちゃんとこういい感じで乾かしてちゃんと保湿するっていうちゃんとやります。二重で守る、守らないと今は僕もちょっと見習わないといけないかもしれない。男の人でも今結構やってる方多いですよね、そういうちゃんと保湿してとか。でもそんな20秒とかそんな本格的にやってない。もうしかも僕あれですよ、もうガサツなんで、もうオールインワンでもう1個で済ましちゃって。ダメですよこれそれ良くない。良くないですかね。乳液とか使ったことないですよ。ちゃんとやった方がいいですよマジで。全然後がこれから先がもう違いますよ。ちょっといい乳液紹介してください。ぜひ。はい、ということでじゃあ次の質問で、はい、5番の音楽を聴いたり本を読んだりするより映画やドラマをよく見る。のということで、これは音楽とか本ですか。そうですね。なんか、昔はやっぱ映画とかドラマなんかその映像やるっていう上で結構見てたんですけど、最近まずテレビを見る習慣がなんか少なくなっちゃって。ああ、なるほど。で、まあいつでもできるじゃないけど。音楽とか本とか、まあ、そうですね。音楽聴いてるとなんか自分のモチベーションも上がるし、確かにそれは僕もそうですね。あとはなんだろう、字を読むことがないじゃないですか今って。そうですね、確かに自分からやらない限りだから、そういった部分ではやっぱ本読むっていうのは最近すげえ意識高いですね。すごくでも正直本嫌いなんですよ本大嫌いなんですよ。でも読むと読んだでなんか達成感もあるし、ああなるほど、確かにそれは、ね、やっぱりなんか違うなっていう、なんか本読んだ方が、はい、うん、やっぱそうですよね。本を読む、僕は習慣ないんで僕も読まないですよ。本っていうかもう漫画ですかね、どっちかっていうとそっちですね。漫画か、漫画も文庫本とかなんかそういうのは中学生の時とかはすごい、逆に朝の読書のタイムとかあるじゃないですか。あの時に絶対に読んでないといけないかったんで、読むんであればいいの読もうと思って、そういう時はちゃんとした本当に活字しかないものをずっと読んでましたけど、確かに活字はもうあんまり読まないですね。読まないからやっぱ大事だなっていう本は。確かに大事ですね。じゃあ次9番いっていいですかね。はい、お仕事をしていく上で鉛で困ったことがない。ちょっとこれ僕もう今すでに鉛ってますね。そうなんですよね前もゲストで来ていただいた時になんかそんな話をしましたけど、一向に治ってないって多分言われてるんでしょうね。多分今ですらいじられてるってことはそうなんでしょうね。僕は鉛がないっていうのは、でも結構鉛ってる方地方ですよね。そうですね、結構鉛ひどいこの前久々に、久々って言ってもちょっと前ですけど、はい、おばあちゃんと会って喋った時、やっぱおばあちゃんとかすごい鉛ってるなと思ったんですけど、やばいですよね。なのに僕が思ってて、俺は標準だなと思ってるんですけれども多分あきらさんからすると僕もすごい鉛ってると、うん、今若干出てましたから。いやー厳しいじゃあもう頑張って。なんかよくなんか鉛出ると可愛いとかなんかあるじゃないですか。はい、よく言われますね。絶対可愛くないと思うんですよね。なぜですか？よくあるじゃないですか。なんか鉛って普通に標準語の方が綺麗じゃないですか。まあ確かに聞こえ方が綺麗ですからね。なんか関西弁とかだったらすごいいいけど、なんか私の岩手とかだともう濁点がすごいからちょっと汚く聞こえちゃうんですよ、どうしても。なるほど。だからそうするとなんか嫌だなっていうふうに思っちゃうんで。気をつけようとか、あとは何言ってるか分かんない、理解してもらえないからやっぱりちゃんと喋った方がいいなっていうそういう多分僕と違うのは多分そういう気持ちの持ちようなんでしょうね。なんかまあでも鉛あるのはいいことですからね。すごい嬉しい、いいことですよなんかやっぱり地元帰ってからもなんか友達と喋ってて鉛聞くとこれだよなみたいなすごいなんか確かにそれは僕も思いますね。なんか謎の安心感ありますよね。なんか帰ってきたみたいなね。ありますあります。うわここで田舎トークできると思わない。確かにそうですね。そういうのあるから。そこでちょっと心の中でこいつめっちゃなまってるわってバカにしてはいるんですよ、僕の中では。こっちに来て標準語にすごい触れてるんで、本当に俺は標準語使えてる、標準語マスターだと思ってちょっとかいぶっちゃうんです。そうです。わかりますよ。でこっちに来てこっちの人にお前なまってねって言われて、多分今もなまってたと思うんですよ。本当に抜けないんですよね。これが多分僕のプロフィールに書くとしたら最大の悩みだと思う。鉛。絶対治らない。やっぱでも直していかないと、このやっぱ僕俳優という意味なんでやっぱやってこないといけないんですかね。じゃあ次最後、将来出演するなら朝ドラより東京ガールズコレクションだということで、これはパスでパスっていうのはすごいな。でもどっちでも出たいっちゃ出たいですよね。そうですね。どちらも結構だってどちらも大きくないですか。確かに仕事とすると本当に大きい。呼ばれるだけでもすごいですもんね。そうだから選べなくないですか。選べる立場なのか僕たちはみたいな感じです逆に。でも朝ドラも確かに、朝ドラとか結構よく見ますか。朝ドラはあんまりなんか好きな俳優さん出た時とかは確かにそういう時は見ますよね。見たりとか。モデルもやってるって言ってるんで、やっぱそういうガールズコレクションとかそういうファッションショーとかは出たいですね。なんか服も好きだしメイクも好きだから全部が揃ってるしで、なんかすごいキラキラしてて、でそこランウェイ歩いてみたいな、かっこよくないですか？確かに僕あんまりそういうファッションショーを見る、まあ、男だからっていうのも分かんないですけど、そういうの見ないんですけれども、確かに悠然とその歩いてる姿を見ると、うわー、男からして女の人を見てかっこいいなって思う時があるんですよ。そうなっちゃいますよね。そうなんですよ。で、もう本当にだからそういうの見てると、やっぱ憧れの的なんだなっての。憧れですよもう。女の人にとってはやっぱファッションショーとかそこでのランウェイを歩くというのは夢ですね。夢ということで、はい、うまくまとめました。ということで、まあ、皆さんいかがだったでしょうか。少しは小向井明さんの人となりはお分かりいただけたんではないでしょうか。まあ、次回はプライベート編としてまた明さんに実像を迫ってみたいと思います、はい、以上小向井明の10個聞いてみたお仕事編でした。皆さんもうエンディングのお時間になってまいりました。今回の放送皆さんいかがだったでしょうか。皆さんからのお便りお願いいたします。メールアドレス info@plus-vox.com 初めの2分までお待ちしております。それでは初めの散歩、次回も同じ時間にお目にかかりたいと思います。今回の番組のパーソナリティは僕安田雅史と小向井明でした。皆さん最後までお聞きいただき本当にありがとうございました。